佐々木です。今回は、調布輸送がビットコインを爆買いしているっていう話をしたいと思います。まあ、これは、ね、コインポストにも載っている話なんですけども、まあ、以前から去年の 10, 10月とかね、9月、10月ぐらいから、本当に、まあ、あのお金を持っている層、だからそ、えー、調布輸送っていう定義が、えーまあ、ネットとか調べるとまあ分かることですけど、大体まあ30から50億、まあ、明確にはまあ50億から100億以上だと思いますけども、100億かな、あの区切りも一緒にため。 100億以上だと思うんですけども、まあ、特に区切りっていうよりかは、まあ、持っているお金,お金が、ね、数十億円以上持っているっていう人たちのことを、えー、超富裕層っていうと思うんですけどもそういった人たちが、えーまあ、今、世界経済っていうかね、えー、直近でいうと1月2日、3日あたりにまあ大暴落起きましたねドル円含め、えー、一気にその円建てのペアとか、えー、一気にそのリスクオフっていう一気に下がったっていう、えー、ことでまあ大損害と大 大損害を出した人もいるし、大爆撃を出した人もいると思いますけど、まあ、そういうような中で、結局、じゃあ,あとは日経とかも下がっているし、えー、ダウとかも、ね、下がっている中で、じゃあ次、ね、近年で言うとギリシャとかも、えー、崩壊して、あとはフランスとかも暴動が起こっているとかで、ヨーロッパ圏含め、あとアメリカも危うい、そして日本も危うい、で中国も危ういってなった時にまあに、これから今し、ねえー、東南アジアとか伸びてきている、あとドバイとか。 あとアフリカとかまだ伸びる余地はあるけども、今先進国って言われている国が軒並みその、えー、厳しいというかねあ、もう経済が崩壊しかけてるわけですよ、その政府がまあお金がないとかね、日本もその、えー、予算がどんどん上がってるのに対して税収とか、国の利益が少なくなってるっていうような状況とかからすると、まあ、結構やばい状態に来てるんじゃないかなっていうことで、例えばそれも。 この1年2年で一気にその大暴落とかが起こるかもしれない、さらにね。大きな大暴落とかが起こる可能性とかの方が高いと思ってます。し。まあ、この1年2年2020まで耐えられたとしても、20。21とかにはかなりやばいで、逆に2021ぐらい。これからね。あと2年後とかにはビットコインとか含め、仮想通貨とかかなり上がってくるんじゃないかなっていう風に思ってます。それを見越してまあ、調布ビスとか買ってるんじゃないかなっていう風に思います。結局、その一般人が買うかどうかっていうのは大事ですけど。 結局時代とかそう、ね、買ってる人たちって誰なのかっていうと結局、金持ちがさらに金を増やしてそれに追随していく、稲ごし,して稼いでる人たちもいるけど残った人たちは後から、えー、ただビットコインとか仮想通貨の価格が上がった後に買うからお金のない中さらに高いものを買って、えー、さらに資産はそんなに増えてないだけど、えー、お金持ちは安いものをめちゃくちゃ下がった時に今、ね、下がってますよね。えー ずーっとその破られなかった69万とか65万のサポートラインを割って今40万円とか一瞬下がった時は35万円とかまで下がりましたけどそこまで下がった時にとか今とかね今のこの横横してるタイミングとかもう少しこの、えー、今月とかね来月再来月、えー、要は今低いって言われてる段階の時に買い込んでいってそして、えー、数年ごとかに備えていくっていう人たちが多いんじゃないかなっていうふうに思いますなので僕もそうですけどでプラスその じゃあ、このまま仮想通貨一生上がらないのか,か、ね、ビットコイン上がらないのか,か、価値ないよっていう人もいますけど、結局のところ、そんなことは関係ないんで、上がるかどうかなんですよね。あのそんなファンダとかどういうのとかっていうの、なんかね、その理論上何かっていうこと言われてる人いますけど、あんまり関係ないですよね。例えばその、ビットコインに価値あるとか、そういうのじゃなくて、結局、じゃあ、日本円の,その札束に価値あるのっていうと、みんなその日本円を価値あるっていうふうに思ってるから、今、1万円が1万円としての価値、要は1ドルが今で言うと、 100円ちょっとの価値、もしくは高いって120円、えー、高いっていうかね、円の価値としては下がってますけど、120円とか、もしくは80円とか、円高、ね、になってたりとか、それってじゃあ誰が決めてるのってもう,のそ,うその1ドルに対しての,その価値っていうものは、ね、円高で見たら、それって結局、円の価値って別にその上がってるかどうかっていうのも、結局、それって、ね、日本だけじゃなくて、ねまあドルえー、ドル円で言ったら日本とアメリカの関係はそうですけど、それ以外にも、えー、いろんなその、 国同士の、えー、争いがあって、その結果、えー、日本という国の中の円という価値が、えー、形成されてるわけじゃないですか。だから国によっては、国が崩壊している国、なんかベネズエラとかね、えー、もう価値が、要は政府が発行して、法定通貨の価値がなくなりつつあるとか、だから政府が今度、仮想通貨発行したみたいな。 信用できない政府が発行した仮想通貨なんか信用できないと思ってる人もいると思うし、結局のところね。だから、じゃあ、お金持ちとか何を買うのかっていうと、やっぱり世界で一番自家総額が高い仮想通貨を買う、買いたいっていう風に買っておけば、将来的にまた上がっていく可能性高いんじゃないかなっていうふうに思ったりとかね、えー。いろんな考え方できると思いますけど、結局のところ、まあ、僕はそういうふうに考えてる。で、プラス、調布輸送が爆買いしてるって言っても、その調布輸送の例えばね、資産100億あったとしても、 まあ買い込んでるって言っても、多分10億、多分10億とかだと思うんですね。多分1一番買っても。だからで、しかも10億を今月買うのかっていうのはそうではなくて、今月とかね、始まるとしても、もしくは来月、えー、例えば1億を10分割とかして買っていくと思うんですよ。で、プラス今買って、で、また下がったりしたら、で下がった時にはバイとットして2億ぐらい買ったりとか、えー、していくんじゃないかなっていう風うに思ってます。僕はね、僕だったらそうしますし、 あのー、今より下がって、で逆にその下がり続けて10万円ぐらいで下がったりとかしたら、ある程度一定の水準でもう買い込むのやめて、えー、含み損のまま放置、でそのまま価値がなくなったら、それぐらいでも、えー、それは全部の損失、例えば5億使って合計ゼロだとしても、それはしょうがないなっていう、チャンスに乗れなかっただけっていう形とかね、いろんな可能性ありますけど、いずれにせよやっぱり、このぐらい下げてきてると、結局、 また上がっていく可能性の方が高いし、なんで暴落したのかっていうとね、ビットコインキャッシュのハードフォークのあの争い、要は ABC と SV、ビットコインキャッシュ ABC と SV の争いによって、えー、あれだけ下がったっていうことなんで、結局そもそもやっぱりビットコインキャッシュの価値っていうものはそんなに高くないんじゃないかなっていうふうには思ってますけど、まあ今回の話はずれますけど、ただいずれにせよ、問題を解決すればまた上がっていくと思いますし、 えーまあ、実際今、ね、今問題は解決してますけど価値上がってないだからその、そもそもねなんか僕の YouTube のコメント欄とかにもなんかビットコインの価値なんて10万円もないよねとかっていう人いますけどそんな関係ないですよ価値あるかどうかなんてもうみんなが決めるっていうか、ね、みんなが買えば価値上がるっていうだけなんでそんな関係ないんですよね、あんまりその価値をその正当化してもそもそも決まった値段低下がないんで 結局、定価アあったとしてもね、ね車とかも売れなかったらみんな安売りするわけじゃないですか。トヨタとかも1000万で車作りました。売れなかったら500万で売ってもいいや。原価どうせ100万円だしとかね。決まその原価は決まってるし、で原価が100万円だとしても、それでも売れなかったら、じゃあ50万円で売るかとかねせで。もう余ってるもあの安売りしてでも売り,売りさばくしかないじゃないですか。売れ残ってもしょうがないからね。とかっていう感じなんですよ、結局。それ投資と一緒で、いつ損切りするのかっていうのと、結局、その。 えー、いつ買うのかっていうと、いつ売るのか、えー、もしくはいつ売っていつ買い戻すのか、空売りだったらね、えー、っていうところは全てなんですよね。だからそんなにその何かその重要なその、将来的に何かっていうのはないですけど、何て言うのかな、よく、うーん、抽象的になっちゃうんですけどね。あんまりその えー、こういう原因だからそうっていうのはね結局僕も今こういう風に上がるっていう風に言ってますけど100%上がるわけじゃないんで結論としてねもう一生このまま上がらないかもしれないしもっとずっとね下がっていってビットコインの価値は0円っていうことも、まあ、なくはない絶対ないとは言い切れないしそもそもまあ えー、世界経済が崩壊して、そもそもまあ通貨じゃないものがもともとできてきたりとか、例えばそのね信頼度を高めるものとして、えー、SNS で人気のフォロワーが多い人を、えー、が、えー、一番価値を持っている時代になるかもしれないしね、とか、信用ょ性という基準で、一番その SNS とか含めネット上で、えー、自分の身の回りのこととか、すべてオープンしている人が信用される時代とかね、えー、富を持つ時代、お金じゃなくて、また新たなものがね、こう、えー 価値を持つ時代にななっていいくとかね、まあ、いろんでも、それは、結構まあ、えー、なんかお花畑っていうかね、結構まあ、進化しすぎてる話なんで、現状としては、その法定通貨の価値が、えー、なくな、全部すべてなくなるわけではないけども、少しずつそのパワーバランスが、えー、仮想通貨とかに移動していくんじゃないか。今現状も移動してますし、この規模が今一旦上がって、2017年末に上がって、2011年1月からずっと下がってきて、 さらに11月下がりましたけど、でもまたここから緩やかに上がってくる可能性あるんじゃないかなっていうふうに思ってます。過去時だと見ても、結構そのドローダウンっていうかね、一気に10万円までいったときに、えー、1万いくらまで下がったりとか、えー、なんで、まあ、5分の1とか、えー、それぐらいまで下がってるんで、で今その最高値から考えると、230万とか考えると、えっと、今40だから、 6分の1とか下がってるわけですよね。まあ、最安値が35万だから、今のところ。で、30万は下がったとしても、7分の1だから、まあ、全然230、まあ、7分の1以上から8分の1近くですけど、240万近くいってたからね、若干。だから、それだとしても、8分の1だとしても、サイドドローなんか、スーンとそこからね、一気に、今,さえ、えー、今40万円で、えー、最安値が35万で、35万割って、30万までいったとしても、それ一気に持ってきて、で一気に買い物、 っっっててていいいうもああるるんんであれば、えー、かかなななり将来的には、ね、明るいんじゃ思ますむしろ、その、結構、ビットコインでも、その、短い時間してもそうだし、長い時間しても、こう、スーって押して、ビコーンって上がって、こう、なんていうの、十字こう、ストーンって押したけど、ストーンって上がって、元通りみたいな。もしくは、ちょっと押したけど、ストーンって上に一気に、数万幅上がるっていう時もありますよね。今までも、その、過去チャート見ても、あの、 ちょっとこう寝起きを横々して少し下がったなと思ったらその瞬間一気に数万幅上がるみたいなで結構あると思うんですけど、まあ、そういった動きとかになってくるんじゃないかなというふうに思ったんですこの数日以内結構横々してなかなか動いてないで微妙に下がってきてる、ね、あのチャートなんですけどで三角持ち合いを微妙に下抜けてるしでもそれでもなんか下抜けたりしてもヒゲ出て戻ってくるみたいななんか抜けないよねっていう時は まあそのまま横横下、だんだんもっとボラティリティが少なくなってきて、えー、緩やかに動くのか、ストーンって上に行くのかっていう感じになってくるんじゃないかなと思います。もちろん下に落ちる可能性もありますけどね。ただまあ、下に落ちてきてはいるんですけど、なんかその落ち方が弱いんですよね。だから、このままそのまま弱いままあ、落ちてきて、ストーンって落ちるパターンもあるんですけど、まあだんだんその、よくあるのはビットがこう、緩やかに落ちてきてス、来てストーンって行った瞬間にストーンって上に行くみたいな。 結構ね、そういう動きがあるので、あのー、だから細かい値段ききいな左右されずに、だから僕もエ今エントリーしてないですし、昨日ちょこちょこエントリーしましたけど、まあ、微妙かなと思ってすぐ、えー利、利益で、ね、撤退したりいう、えー、利確したりとかして、あのー、上がるチャートでもないし、下がるチャートでもない、ね、その上昇トレンドでもないし、あのー下降まあ、大きな目線でも加工トレンドだし、短期でもまあ、下降トレンドで下げ止まってるって段階なんで、 まあ一瞬上に行くっていうこともありうると思いますけど、まあ完全にまあレンジなんですよね。長期の,その横のレンジなんで,で、その10万幅レベルのレンジ相場になってるって感じなんですよね。だからまあここで別に消耗しなくても、とりあえずそのトレンドここ、ここの今のレンジから上抜けるのか下抜けるのか、もしくはこのレンジ相場一番下限でロング入れるのか、もしくは上限でえショート入れるのかっていうところでやっていくだけでいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。なのでそんなにその今、本当微妙な位置にいるんで、だからみんなその、 強かったり、ね、大きかっったたりり大きしないだけど、時間経過が進んでいくにつれて、その状況が変わってくるんで、時間が経っても下がらないということは上がっていく可能性が高いです、結局ねあね。要はなぜかというと、ゲラクトレンドなのにずっと下がらないということは、えー、要は下げ止まっているという認識になりますから、上がるということなんですよね。逆に、もうそうです。ずっと上がってきて上、上抜けないところがね、サポートがあるとすれば、ずっとへばりついているから、 短期的には少しの時間だと、えー、落ちないということはまだ上昇が強い。だけど、ずっといるということは、えー、何十日もいるということは下がる可能性が高いんですね。それはなぜかというと、時間経過的に時間が経っているにもかかわらず、えー、要はそのトレンド方向に抜けられないから下がるという目線なんですね。まあ、100%じゃないですけど、 そうそういい考えの方が近いかなっていうう思ってて思ます、まあ、それはその時の状況にもよるし、長さってどれぐらいなのっていう、それも時間軸とか、そうね、要はその仮想通貨なのか、その為替なのかとか、あとは本当にな、えーまあ、為替とかだったら、まあ、突発的ないいニュースがあったりとか悪いニュースがあったりして、まあ、一気に上下すしたりとかもするし、一旦上の方にっても、その後下にスコーんてほしいこともあるしね、いろんなことがあるんですけど、まあ、いずれにせよ、まあ、そういうパターンがあるっていうことを知っておくっていうことが、まあ、すごい重要かなっていうう思ってます。 まあちょっと、ね、長くなっちゃったので、この辺にしたいかなというふうに思いますけど、いずれにせよ、ビットコイン年、ね、多くの話をすれば、えー、今現状は、ねまあ、トレードすべきじゃないとか、エントリーショートもロングも、まあ、微妙かなってその三角持ち合い見たくなってますけど、三角持ち合いの加減にタッチして一気に上に行ったりとか、えー、してますけど、まあ、それも弱いんですよね、反発がね。だからもう一段下がってくる。 じゃないかなと。今、こう、えー、シンプソンで2段階、3段階下がってきて、1回上がって、なだらかに下がってきてる状態ですね。まあ、対局的に言うと、なだらかに下がってきて。で、そこのシンプソンのこっちの角より今高いんですよ。で、ここで下がってきたけど、ストーンという上に上がったっていう状況を見ると、こう、もうちょい下がってきたときに、ここの、えー、直近の安値の、えー、シンプソンチャートのところを、えー、ブレイクするかしないかで、まあ、結構強い出来高。 っていうふうに思ってますね、微妙に。でもそんなに、だからといって、そんだけ下がったときにロングしようかなっていうふうには思わないしね、微妙ですね。ひげがすごい多いんで、本当にその、ちょっとある程度お金持ってる人たちが殴り合いしてるっていう感じなんで、で、プラスその、明確なテクニカルのサインがないんですよね。若干、その三角もじゃ下抜けてるのに、その一気にストーンともいかないし、 えー、昨日とか一昨日いとかもね、結構、ストンってちょっと上,の上抜けてるのに、えー、上に行かない、なぜかっていうと、やっぱり、えー、続かないですよね、みんなね、みんなの目線が一緒じゃないから、みんなの目線が一緒だから、イナゴする人もいるし、えー、一気にお口が買ってったりとか、あと、小口も買ってったりするわけですけど、みんなその共通の認識じゃないんですよね、だからそこが、えー、共通の認識になれば、かなり強いんじゃないかなっていうに思います。 でも結構、フィネとか見るとね、ロングが多,く多いんで、どうなのかなっていう感じですけど、ロングが多いから上に上がるとも限らないしね、ショートが多いから下に下がるとも限らないし、まあ、逆にロングが多いから確実に下っていうのも限らないしね、まあ確かにロスカット巻き込んだら大きく下がるっていうのはありますけど、ロングが多いってことはね、だけどこんだけ下がんないってことは、あのー、結構一旦また1、2万幅上に上がるんじゃないかなっていうことを僕は、 うーん本当50%、50%、下がる。そのままストーンって落ちる可能性も50%だし、そのまま一旦上に上がるっていう、1、2万上にストーンって上がるっていうのも50%。1、2万もしくは3、4万。3、4万は無理かな。1、2万から上がっても。うん。なので、あのー、 まあ本当に見れる方だったら、動いてから結構ね、出来高強いなとか、板とか見ながら、すごい強いなっていうのを見たら、動きが早いとかね。それ見たら、エントリーしてもいいと思うし。で、それで下がってきたとか、戻されたんだったら、すぐにロスカット。戻ってくる動きがあるんだったらね、速攻ロスカットして。で、また上がりそうだったら、またロング入れたりとか、下がりそうだったら、ショート入れたりとかっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。いずれにせよ、今すぐどっちに入れた方がいいっていうのは全然ないですね。優位性ないし、 あの結局、あとエントリーして時間が経過するにつれて、それでその自分の目線通りに動かないということは、どんどんそのポジションが、ね、クソポジになってるってことなんで、エントリーして、なるべくその数時間とか、自分のどれぐらいで動くってことを想定してエントリーした方がいいんですよね。これも、まあ、結構難しい話ですけど、エントリーしてどれぐらいの時間軸で動かなければ、えー、自分で撤退するとかロス、えー、ロスカットするとか、もしくは、利益でも利確するとかっていうことを決めた方がいいと思います。僕はそうししてますし あのー、やっぱ怪しくなってくるんですよね。こう例えばこう上昇トレンドの上に当たって下がってくるはずなのにずっとそこにいるとかね。でもそこで明確な三尊天井とか作ってるとか、もしくは何かその動きがちょっと緩やかになってきて弱くなってきているなとかね、一旦上に行ったけどこう弱くなってきてこう下がってきてるなっていう動きあればいいんですけど、ずっと張り付いてるなとか、若干超えてるなとかね、こうやってちょっとうろちょろしてるなって結構危ないんで。 まあそこでまあ理覚したりとかもしくはロスカットしたりとかっていうことを結構考えますねとかね、まあ、いろんなね動きのパターンあるわけですけどやっぱりその、まあ、リアルタイムにそのねその自分のその、えー、見てるんであればやっぱり1分足とか見ながら、えー、メインとしてそのねエントリーとかその形を気にするのは15分とか1時間足15分かな十五分一番近くて15分ですけどその細かいその際 で、見るときは1分足とか、あと板とか見たりとか、本当にその、一番その狭い領域で何が起こってるのかって認識しなきゃいけないんで、まあ、そういう風にした方がいいんじゃないかなと思います。まあ、別にスイングとかね、あのデイトレードしかやらないし、そんな細かい寝きを気にしないよって方だったら全然関係ないですけど、まあ、そこまでシビアに見たいってねでね、そこで結局値動きが決まるんで、僕はやっぱりそういう局面であれば、1分足とかも今日ね、ツイッターに書きましたけど、そういう風にも、えー、してます。やっぱ局面であればすごい重要だと思いますけ、ね、ど、そういうところは。 ま普段はあんまりね、そ大きな15分とか、えー、みんなドル円とか、それもみんな15分で表示して、えー、ある程度細かい動きを追いながらも、そう細かすぎる動きじゃない。で、15分を縮めれば結構全体像見えるんで、1時間とか4時間並みの全体像が見えるんで、えー、そういうふうにしてます。まあ、そういう感じでやっていく方がいいですよね。 はいえー、ということでね、今回の動画は以上になります。えー、ぜひね、今回の動画が良かったなと思えばグッドボタンとチャンネル登録お願いします。えー、それ以外にも、えー、メルマガ、LINE、Facebook、Twitter、Instagram、あとメインチャンネルもやってますので、ぜひそちらもね、登録やフォローしていただけると嬉しいです。それでは今回の動画は以上になります。ご覧いただきありがとうございました。